の絵本はまだ考えるカエルくん。考えている。風に揺られて考えている。うっとり考えている。ほんのり考えている。好きってこと。好き？ネズミくん、好き？何が好き？どんぐりとか、他には？栗とか、もっと他には？くるみとか、他には？トウモロコシとか、お芋とか、かぼちゃの種とか、ネズミくんが好きなのは、食べるものばっかりだね。他にもあるもん。母さんとか、父さんとか、兄ちゃんとか姉ちゃんとか、妹とか弟とか、じいちゃんとかばあちゃんとか、おじちゃんとか、おばちゃんとか、カエルくんは、何が、好き？おっと。
何が好き？かとか、アブとか、グモとか。クモは、カエルの、クーモン。もっと他には？あるよ。草むらの日陰、畑の日陰、田んぼの日陰、森の日陰。もっと他には？月の夜、星の夜。朝の雨、昼の雨、夕方の雨、夜の雨。もっと他には？あるよ。白い雲、黒い雲、赤い雲、紫の雲。もっと他には？あるよ。池の中、川の中、土の中、森の中。ねえ、ネズミくんの大好きなものは？母さんと、くるみと、それから、カエルくん。おお、ずず。じゃあ、カエルくんの大好きなものは？やっぱり母さんと、雲と、それから、ネズミくん。おお、ズズ。それから、それから、それから、ずず。
それから？ずずずず。ぽ。秘密。中川町にある岩村和夫絵本の丘美術館では、現在展覧会岩村和夫の絵本作り、どこへ行くの To see my friend が開催されています。岩村和夫先生と世界的な絵本作家エリック・カールさんとの絵本作り。展覧会では絵本に込められたメッセージと出会いから絵本完成まで、そして2人の交流の様子を紹介します。番組で紹介している考えるカエルくんはシリーズとして現在4冊の本が出版されています。素朴な疑問をカエルくんとネズミくんがゆったり楽しくじっくりと考えています。またテレビで絵本は番組見逃し配信として YouTube チャンネルとちテレ公式アーカイブでも視聴可能です。ぜひご覧ください。